なんとなく、なんとなくわかるかな。ここもお水。おお。ちょっと本物感がある。多分ツリー。木が揺れてるのよ。結構風に煽られて。2008年。えんや？え、もしかしてえんやってあのえんやですか？歌いそうだったわ。一応2008年頃にできたんだっけかな、ミトタン。そう、確かね、ヒルズが先にできてるから。こんな感じでデコレーションされてます。奥の方でね、何やらこのブルーの世界。おお、ここはねペットホテルがあるんですけども、もうちょっと近づこうかな。あ、去年もあった。あれ、こんな奥で、まずここの橋かかってるんですが、ここはあの飲食とかがあるとこから、ここら辺にねペットショップがあって、でこの橋の下は何が通ってるかっていうと、先ほどのホテルに行くためのタクシー道路通ってますねっていうのが、この下をビジネスホテル並みなんです、人間の。ここの、なんて言うんだろう、グラスみたいな形の、チューリップみたいな形の。これね、もうちょっと、この奥じゃなくて、ずっとね、向こうの、通り、大通りの近くにあったんですよ。多分私、それ写真とか、動画とか撮ってブログ、アメブロの方かな、上げてるので、なんでこんな奥の方に移動したんだろう。正確に言うと木の周りをこう囲ってるっていうのかな。近づきますね。木を軸にしてね。うわー、これ木かわいそうですね。こんなテープでぐるぐる巻きにされて、電飾の棒が生えておりまして、上の方までこういうね、だから木にくくりつけるから、これだけ剥がすのね、外側ので、どこかに保管して、今年は奥の方にこのグラス、涙が落ちてるような、汗が流れてる、グラスの汗かいて流れてるようなのは、こんな風な棒が床のトリップ、よかったです。これこんな電飾になってますね。先取りしすぎちゃったんですよ。そうで、え、そんなこと、そうそう、1年ぐらい前にスマートフォン壊しちゃって、あの熱暴走で膨らんでパカッて、また何こう真っ二つ。これはアーカイブ残せるな、音楽入ってないから。なんか水の音がする。